バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイトカチの提供でお送りします。はい、こんにちは、栗山さゆるです。こんにちは、杉山悦子です。二人合わせてないから。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えしています。そして万栄とかちの魅力もお伝えできればと思っています。バンバ魂では1ヶ月ごとのテーマでメッセージを募集しています。今月のメッセージテーマは親からもらったもの、受け継いだもの。万栄競馬の予想ではその馬の親を見ることがあります。親の馬の足が速い、坂を登る力が強い、イケメン、可愛らしいなど、そういった点が親から遺伝として受け継がれていきます。あなたの親からもらったもの、受け継いだものを教えてください。メッセージを読ませていただいた方には万栄オリジナルグッズをプレゼントします。お名前、住所を書いてjaga@jaga.fm までお願いします。ということでね、イケメンとか書いてないけど、まあイケメンな親馬からね、生まれた子馬もおイケメンだねって いるんじゃない、うん、そうですね、はい、そう、まあ、はい、いろんなね、好みもあるかもしれませんけれども、はい、この間ちょうど先週日曜日、はい、メインレースを家で、僕はちょっと朦朧としてたんですけど、なんで、いや仕事終わって帰ってきて朦朧としてて疲れ切ってたってことですか。疲れ切ってた、うん、はい、でも OCTV の万栄中継見てた、はい、息子がね、メムロボブサップが出てて、はい、でメムロボブサップってやっぱりメムロってついてると応援したくなるよなとかって言ってた息子、はい、でも息子はメムロじゃないのよ、帯広なのね、生まれはね、なんかそういう風にこういろいろと受け継がれていくっていうのは、まあ、当然僕の親、彼のおじいちゃんおばあちゃんね、そういったところからこうっていうのもなんかね、朦朧としながらもいいなと思いましたけれどもね。朦朧としないでちゃんと見て。いやもうね、朦朧としてるわけよ。朦朧としてるのはちょ いらないんだけど、うん、あの栗のね、ジュニアが、うん、何も言ってないのにメムロに惹かれるっていうところにこの遺伝とかを感じたっていう話を言いたかったんですね。そうそうそう、受け継がれてるっていうね、まあ、ジュニアっていうか素敵なジュニアね。うん、なんか身内には甘いよね。身内には甘い、はい、私に厳しいよね。それではここで一つイベントがありますので、それではねお願いいたします。はい、今週末のイベントです。土曜日日曜日、帯広競馬場内で北海道キャンピングカーフェスティバル2023 in 十勝が開催されます。キャンピングカーの普及や需要の拡大、またオートリゾート、アウトドアライフの活性化など魅力をたっぷりと発信するイベントです。キャンピングカーの展示の他にもですね、食と自然の学校クラアイナの特別出展もあります。また耳ケアサロンミミックス、これはですね1回1000円の耳ケアセラピーもあるということなんですよ。またこの土曜日も日曜日も両日ですね、第3レースは協賛レースキャンピングカー記念が開催されます。北海道キャンピングカーフェスティバル2023 in 十勝は6月24日土曜日は10時から5時まで、25日日曜日は10時から4時までです。場所は帯広競馬場内南側のイベント広場です。詳しくは万栄十勝公式ホームページをご覧ください。楽しみですね。ねえ、キャンピングカーめちゃめちゃ流行ってますね今ね。ねえ、いろんなところ行ってみたいけど、うん、どうせなら九州行ってみたいけどね、まあ、それこそさっきの話じゃないですけど、うん、うちのね僕の両親は熊本出身なので、まあ、九州には数回行ったことがあるんですけど、まあ、やっぱり行ってみたいなって。何日ぐらいかかるんだろうね、車で行ったら。やってみて教えてください。キャンピングカー持ってないもん。そっからか、うん、キャンピングカー買ったら、ロト6当たったらね、うん、だったらね、BM とキャンピングカー両方買ってキャンピングカーに、うん、ラッピングしましょう。ジャガのラッピング、万栄の馬のラッピングをして走ってください、うん、馬が走ってるみたいに見えるから。どうですか。そして行動を馬が走ってるように見えたら、うん、それはまずいでしょ。車だから大丈夫。捕まえろってなること。大丈夫大丈夫、車だから。アイデアならいくらでも出しますよ。メムロボブサップが走ってるみたいな。ハイキャッカー。ハイキャッカー。
まあ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 、はいはいはい、ね、ぜひ素敵なイベントだと思います。そうです、僕ね、はい、いろんなキャンピングカーがやっぱり夢がありますよ ね、 ね、うん、ゆっくり1日かけて見られますから、帯広競馬場、この機会にぜひお出かけください。はい、それではコマーシャルの後はサウンドコレクションです。そして、小西シータが帯広競馬場内の馬の資料館に行ってきましたので、その様子をお聞きいただきます。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手。残り10、かわした。9番メムロボブサップが行く。残りわずか、9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。人生の詩、本田圭佑さんの言葉。堅実に生きることは大事、でもそれ以上にワクワクする方がもっと大事やで。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。万英競馬サウンドコレクション、馬体重の計測シーン。4番東証アイリス、956-4。万英競馬サウンドコレクション、今週放送したのは馬体重の計測シーンでした。レース発走前には出走する馬場の体重を測ります。厩務員さんに連れられて体重計に乗ることで馬体重が表示されます。複数名で確認し、正確な数値を各部署に配信、出走前の情報が発信されます。そのワンシーンを今週はサウンドコレクションとしてお送りしました。まあ、馬体重の増減とかもね、重要なデータに。そうなんですよね。レース前に馬が更新して入場更新するじゃないですか、はい、で馬紹介というのがあってね、例えば1番オーシャンウィンナー、690キロ菊池和樹、今日の馬体重何千何百何十何人、マイナス何キロとかね、うん、プラス何キロとかあるじゃないですか、はい、前走から比べて何十キロ減ってますよ、減ってますよっていうのがあったりね、うん、その時に万英の場合はマイナス20何キロとかプラス30キロとかあるじゃないですか、はい、人間1人分ぐらい違うんだけども、うん、これって減ると大丈夫と思ったりしますが、意外と大丈夫というね、うん、そんなにそんなに体調が悪いからっていうほど影響はないんですよね。ほら、私たち1キロ減った増えたでもう右往左往するじゃないですか。そうですね、私たちはね、はい、でもね、馬はね大丈夫なんですけどね。その辺は場内アナウンスでもね、うん、はい、流れているから、その解説の方がね、うん、まあ、これぐらいならまあ問題ないでしょうねみたいな。そう、うん、っていう。でもね、前走と比べてどうなんだろうとかね、うん、その馬がギュッと絞ってきたのか体を大きくしてきたのかっていうね、そういうのもありますしね。結構ね、馬体重ってさらっと見てるけど奥深いんですよね。はい、っていうことです。それでは続いてはジャガーの DJ 小西シータが帯広競馬場内馬の資料館をリポートしてきたということですので、その様子をねお聞きいただきたいと思います。本日は帯広競馬場の正門の正面にあります馬の資料館に来ております。今も資料館の中にいるので、すごく空気としては静かなんですけれども、こちらではバンバの歴史や万英競馬のルーツを実物大の模型を見ながら学ぶことができます。昔は今みたいにトラクターがあったわけではもちろんなくてですね、馬の大きな模型、馬行プラウというものがありまして、そこの説明文によります と、昔の開拓の時代っていうのは地面に
植物の根とかがたくさん張っていて、なかなか人力では解決できないような地面との戦いが続いていたようなんですね。でそこにすごくバンバが活躍したということだそうです。っていうのもすべてですね、歴史 と実際に使われていた馬具も飾られていますので、等身大の大きな模型を見ながら当時の、開拓の様子とかをですね疑似体験することができます。じゃあちょっと奥の方にも行ってみますね。今ちょっと馬高の、等身大のところにいたんですけれども、土をね畝作っている感じとかも再現されていまして迫力があります。で今その奥にあります馬の蹄鉄をつけている装蹄師さんの、コーナーにおります。で私も実際にですね馬の蹄鉄をつけているところを見たことがあるんですけど、もうそのまんまというか再現度が非常に高いです。馬の足をですね、柱にちょっと紐で固定して、もう馬もおとなしく立っててくれるんですけど、でその間にこうささっと、装蹄師さんが蹄鉄をつけてしまいます。でこの蹄鉄のつけている様子っていうのを普段なかなかね見るチャンスっていうのはないと思いますので、当時の模型とそれから写真とそして説明文などもありますので、存分に体験できるかなと思います。迫力本当に今にも動き出そうっていうのはどの模型にも言えることなんですが、ぜひ一度ですね実際に足を運んでみてください。でこの建物は1階に大きな模型があるんですけれども、2階にもですね、万円がレースになってからの歴史だったりとか、その時に使われていた道具、そしてジョッキーの方が使っていた、道具もそうですし、ソリとかそういうものもたくさん飾ってありますので、万円のレースの歴史に興味があるよという方は2階もぜひですねじっくり見ていただきたいと思います。で今回の馬の資料館なんですが、帯広競馬場の正門の正面、駐車場からすぐの場所にありまして、営業時間は午前10時から午後4時までとなっていますが、7月から9月の土日は午後6時まで空いています。入場料は無料ですので、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、今週は小西がね帯広競馬場の馬の資料館で、リポートをねしてきてくれました。行ってみたくなりますね。バンエイト勝ちのホームページにも一部はね見ることができるんですけれども、うん、大きな模型がね、飾られておりますけれども、昔はとかね話出てたじゃないですか、うん、シータちゃんのねリポートにね、うん、昔は昔はっていう話ありますけど、それで一つ思い出したのが、はい、昔ね、うん、昔、まあ、私昔昔ね、はい、ある調教師が、はい、まあ、これ別に秘密なんですよ、みんなしてもう伝説的になってますけど、すすきのに飲みに行くのに、馬車で飲みに行くとね、すすきの交差点のところに馬はお利口さんだから待ってると、うん、で飲み終わ昔ですからね、うん、で飲み終わった後に馬にソリに乗って、はい、一発パンとね、うん、合図をすると規制本能あるから、うん、寝てても黙って家まで連れて帰ってくれるっていうのは、これも本当伝説じゃないけど本当の話っていうのも、うん、ねあるんだってっていう昔っていう言葉でちょっとピンと思い出したんですけどね。まあ、今で言うとね、本当にまあ馬というとやっぱり競走馬っていう感じがしますけど、まあ乗馬もねもちろんありますけれども、こういった十勝でもその馬と人がねこう一緒になって生活をしていたと。そうですそうです、うん、ね、昔今のみたく運送屋さんが発達してない時は馬が走ってましたよね。そうね、でトラクターがトラクターがね出現する前はね、こうやって馬がね畑を耕したりだとかね、トラクターっていうものがね出てきた時にはびっくりしましたよね皆さんね。 あれは鉄の鎧みたいなね、あれがもう本当に馬のね何等分もの働きをしてくれる。なんか2人でお酒飲みながら喋ってるみたいな。あれはまた村もびっくりしたな、おい玄ちゃんみたいなね。誰玄ちゃんって。玄ちゃんの二軒先の玄ちゃんよ。ねえ、おい玄ちゃん。ね。早く、はい、馬の予想に行きましょうかね。はい、コマーシャルの後は18日に行われた BG3 第31回、北斗賞の押し馬予想の振り返り。しなくていいんじゃない？しよう。
そしてあさって行われるメインレース第15回ミントスポット杯の予想をしていきます。バンバ魂、1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10、かわした、9番メムロボブサップが行く、残りわずか、9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。人生の詩、本田圭佑さんの言葉、堅実に生きることは大事、でもそれ以上にワクワクする方がもっと大事やで。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂、さあそれでは先週18日に行われた BG3 重賞です、第31回北斗賞の押し馬予想を振り返ります。まあ私が改正ドクターというよりかは藤本匠騎手、杉山さんが目白合力、ディレクターが青のブラックと予想しましたが、1着はメムロボブサップ、2着目白合力、3着ミノルシャープということで、押し馬的中はなりませんでしたが、杉山さんがワイド馬券的中と、はい、パンパカパン当たりました。まあワイドね、ワイドです。はい、まあ一番1着2着は、まあ、人気順というか、そうですね、で3着のミノルシャープ、うん、ね、こちらが来まくりまくりましたね。いやでもね、メムロボブサップとメジロゴーリキはもうダントツっていうのが、うん、もう強いっていう感じ、とにかくいやもう強いっていう感じでした。海瀬ドクターも本当にあのしんがりからね、もう最後頑張ったんだけどね。そうでしたか、はい、そうなんです、うん、そうですか、うん、まあでも3着にはちょっと届かなかったですけどね。はい、気持ちよかった。まあそれではね、はい、エピオンはその勢いをねそのままに、で私は気持ちを切り替えて、はい、今週のメインレース第15回ミントスポット杯の出走馬、予想していきたいと思、あのレースの予想をしていきたいと思いますので、出走馬の紹介をお願いします。はい、はい、6月25日日曜日のメインレースは第11レース第15回ミントスポット杯です。では出走メンバーです。1番オーシャンウィナー菊池和樹、2番目白剛力西健一、3番駒さんブラック藤野俊一、4番桜姫渡来心、5番駒さんエース西翔太、6番ミノルシャープ鈴木圭介、7枠7番ブラックサファイア村上明、7枠8番メムロボブサップ阿部武富、8枠9番ゴールドハンター金田力、8枠10番海瀬ドクター藤本匠、第15回ミントスポット杯はフルゲート10頭が揃いました。このレースの前日6月24日土曜日の勝ち米と勝ち毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみますと、板垣編集長は8番のメムロボブサップに丸、そして2番目白剛力に丸です。上から3番コマサンブラック、6番ミノルシャープ、そして9番ゴールドハンターと、このあたりに印をつけていますよ。さあいきますか。はい、私の押し馬は、はい、6番ミノルシャープ。その心は、まあもう先週のねレースで、うん、おおもう素晴らしいなと、まああの藤本匠騎手、うん、そして、鈴木圭介騎手、もう本当にあのねヴェルディの数武田みたいな感じのツートップですから、まあ、今回はね、ミノルシャープを押し馬として、まああのエピオンのようにボックスで6番、それからね、うん、あのメムロボブサップ8番、そして海瀬ドクターの10番、6、8、10のボックスでいきましょう。6、8、10ですね。
もうだからあのね、うん、藤本騎手なんとか3着までに入ってくれ。何今ああ100番2着に、その放送でブツブツ独り言言うのやめてくださいね。お願いします、頑張ってください。はい、はい、では、杉山さんの予想もお願いします。はい、私は今週も8番のメムロボブサップ、やっぱりもうね硬いんですよね。そして2番のメジロゴーリキ、5番のコマサンエースと、この3頭を選びまして、私はあのワイドボックスはちょっとやめて馬服のボックス、馬番連勝複式のボックスでいきます。なのでワイドは1着2着2着3着1着3着どれでもね、うん、3着以内にどの馬が入ってもいいっていうことじゃないですか、はい、私の場合は馬番連勝複式なので、この3頭を選んで1着と2着に入んなきゃいけないという買い方です。なるほど、うん、ということで私は馬番連勝複式ボックスにしました。なぜこの3頭かと言いますと、これねオープンね、現在の万英のグレードとしてオープン馬なんですけど、その中でもメムロボブサップがダントツ、そしてメジロゴーリキが次、そしてこのコマサンエースもですね獲得賞金なんですよ、はい、今シーズンの獲得賞金が上位3とこのメンバーですよ、このメンバーでダントツ、うん、ということは今シーズン強い、特にね、はい、もう今シーズンは調子がとてもいいですよっていう3頭を選びました。それプラスあのね高一点の桜姫、うん、桜姫ちょっと応援したいじゃないですか。ねえ、まあ応援したいですけど、ね、けどまあけどはいらないんですけどね、まあ、3頭選ぶとなったらと、うん、ね、3頭ね、メムロボブサップ、メジロゴーリキ、コマサイ3頭選んでボックスのさらにちょっと、米印で4番の桜姫、こう一点なんで副賞をちょっと買いたいなと思っています。こんな感じで選んでみました。はい、それではディレクターのタクト君の予想も見てみましょう。はい、え、ん？私？ああ、僕のところに資料がありましたね。本命はゴールドハンター、はい、ここ3走で1着1着2着と実力を見せていて、タイムもブレておらず、ここは上位に絡んできそう、重たい馬場で走った北斗賞組に勝てるのでは。なんかそれらしいね、うん、コメントつけちゃったりして、で、対抗メムロボブサップ、今年も安定した走りを見せていて、前走の北斗賞も制覇した勢いで上位に食い込むと思います。アナミノルシャープ、前走の北斗賞では重い馬場で周りが苦しむ中3位に入った力があるので、今回も鈴木騎手の腕に期待。はい、ジャガのトラックマン認定にしましょうかね。まあ本当にね、でタクト君、まあ、うん、すごいな、本格的、本格的ですごいです ね、 ね、私たちなんとなく勘とかじゃないとか、もうなんていうの、好きだからとかね、狭い、特に僕の予想はね、この、まあ、藤本匠騎手だったらもうその分析云々じゃないからね、もうまあちょっと時間がなくなってきたんで、はい、それではその他のレースの、ね、情報等々お願いします。そうですね、そのミントスポット杯ですけれども、20時5分発送ですのでお忘れなく。そして今週はですね、24日土曜日に 2レース、25日日曜日に3レース、26日月曜日に3レース、合計8レースですね、これが予想と予定してるんですけれども、2歳なんですよ、うん、ね、2歳のデビューのね、レースなんですよ。25日日曜日の第8レース、そして26日月曜日の第7レースは、今年のレースで賞金を獲得している実力馬たちが出走予定となっています。そして2歳なんですけどね、26日月曜日の第2レースはデビュー戦が予想されているんです、はい、これからの万英競馬を引っ張っていく2歳世代のレースにも注目ということで、土日はベテラン勢が頑張って、うん、月曜日はデビュー戦があるというね、楽しみですよ。はい、ぜひ楽しんでください。それではファンボイスのコーナーです。バンエーファンボイス。俺は地元なんですけど、私は東京です。何日か彼女観光できてて、それでいろいろ帯広とかその回ってて、そので今日レース見て久しぶりに来ました。私はこれ見るの初めてなんで、また普通の違うと思うので、まあ、どれぐらいのスピード感なのかとかがまた
違うところ意味で、すごい楽しみにしてます。さあということでファンボイス、ちょっと風が強かったですけれども第5回目の今回は帯広在住の男性と東京からお越しの女性のインタビューでした。楽しそうですね、本当にね、いいですね、うん、私は初めて見るんですけどみたいな、きっとね楽しんでいただけたんじゃないのかなと思います。皆さんもぜひお客様がお見えになりましたら帯広競馬場にご案内ください。さあバンバ魂、今週も終了の時間が近づいてきました。ここで、週末のバンエイト勝ちの営業時間など杉山さんお願いします。はい、まず開門時間からです。24日土曜日、25日日曜日は9時20分、そして26日月曜日は11時45分開門です。第1レースは24日土曜日が2時40分、25日日曜日は2時35分、26日月曜日は2時45分発送となります。また第35回バンエイグランプリのファン投票が24日土曜日から始まります。ご投票いただいた方の中から抽選で十勝の畜産品や龍月の商品、商品ですね、お菓子、また限定クオカードなどが当たります。ファン投票は6月24日土曜日の午後1時から7月17日月曜日の午後9時までです。応募方法はバンエイト勝ちの公式ホームページ内の特設ページからご投票いただけます。そしてどなたにでも簡単に投票できますので、まずは一度バンエイト勝ち公式ホームページをご覧いただきたいと思います。そうですね、ぜひ皆さん投票してください、うん、僕も投票したいと思います。さあジャガーバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、 ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送を聞き逃した際は YouTube、ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひ、来週もね、あの6月30日放送がありますので、親から受け継いだものというねメッセージテーマも受け付けておりますので、こちらはジャガットマークジャガドット FM まで。次週30日金曜日のバンバ魂は7月2日日曜日の重賞レース BG3 第17回白輪賞の特集を行います。騎手調教師への直前インタビューもお届けします。お楽しみにということでね、まずは今週の土日ですね、あの帯広競馬場内のイベント北海道キャンピングカーフェスティバル2023 in 十勝、お出かけいただきたいですよね。そうですね、私はもうな期待してますよ。キャンピングカーを買って、そしてメモロボブサップのランピングをして、そして藤本騎手の勝負服をオーダーして、はい、で水色のヘルメットをかぶって運転してるのは栗という、はい、想像しちゃう、楽しみ想像しちゃう想像してください。想像するならだけなら誰でもできますからね。買って買って、はい、それではね、また来週もお会いしましょう。今週もありがとうございました。ありがとうございました。お相手は栗山さゆると杉山悦子でした。ではまた来週、さよなら。さよなら。トカチ村、トカチのうめえもんがわやいっぱいあるべさ、はよっていいんてや、デートに観光に運試し、君の誕生日に僕はかけてみるよなんてやってみてや、夜はナイターで迫力満点。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10、かわした9番メムロボブサップが行く、残りわずか9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。ジャガバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。